漢方チャンネル。はい、西漢方薬店の西です。西漢方薬店ではオンラインでの漢方相談を行っております。漢方相談は無料で、説明に納得していただいて漢方薬を購入する形をとっております。1分でわかる処方解説、本日は詳細個透過気胸切行になります。喉が腫れて痛む場合で、扁桃炎や扁桃周囲炎に使用します。薬味は柴胡、半夏、甘松鏡、黄金、大草、人参、甘草、桔梗、石膏の9種類になります。小柴胡糖化桔梗石膏は、その名の通り小柴胡糖に生薬の桔梗、石膏を加えたもので、我が国では江戸時代に作られ、経験的に用いられてきた処方です。桔梗の鎮外去痰作用、排脳作用で喉の痛みを改善します。石膏の清熱作用で喉の炎症を改善します。ポイントとして、小柴胡糖の人参は消炎作用を目的とする際は蓄積人参を使用します。ぜひ小柴胡糖化桔梗石膏を覚えてみてください。こちらの内容は教科書的な内容になっておりますが、教科書通りにならないケースが多々あります。ご自分で判断せずに、我々のような漢方の専門家にご相談ください。それではまた。